財務諸表を読んで投資をする人を一人でも増やしたい。どうもクラゲです。本日はですね、財務データ分析のための会計知識という再生リストの第5弾として安全性の分析について話していこうと思います。この再生リストを全て見てもらえれば、財務データ分析で必要な会計知識が身につき、米国株の財務諸表が読めるようになりますし、私の普段出している銘柄データ分析の動画も楽しく見ることができるようになると思うので、ぜひ時間がある時に再生リストを見てほしいなと思います。本日の動画の流れですが、まず最初に自己資本比率、流動比率、利益剰余金比率から見る安全性について、2番目に長期借入金から見た安全性の分析についてやっていこうと思います。まずは自己資本比率、流動比率、利益剰余金比率になりますが、最終的には今スライドに出しているようにグラフに起こして分析をしています。まずは指標一つ一つを詳しく解説していきます。まずは自己資本比率です。自己資本比率は総資産に対して純資産が何%あるかを示した指標です。貸借対照表の図で言うと、黄色で示した純資産が全体の何%あるのかを示したものですよね。計算式は純資産を総資産で割った値にパーセント表示の100をかけたものになります。意味や計算式は分かりましたが、そもそも自己資本比率が高い企業とはどういうことでしょうか。そこで自己資本比率を高める方法を確認しましょう。方法は大きく分けて4つあります。1つ目は株式の新規発行です。株式による資金調達は資本金として純資産に計上されるので、自己資本比率は高まります。2つ目は利益を内部留保するです。会社は利益が出た場合、株主に配当を出した後の残ったお金を利益剰余金として内部留保します。この利益剰余金は純資産に計上されるので、自己資本比率は高まりますよね。3つ目は自社株買いをやめるです。自社株買いをすると自己株式を純資産にマイナスで計上するので、純資産が小さくなります。したがって自社株買いをやめれば純資産の減少はなくなり、自己資本比率は高まりますよね。最後4つ目は借金を減らすです。1から3までのやり方は純資産を大きくすることに注目していましたが、4番は分母に来る総資産を減らすというアプローチです。借金を返済すればその分総資産が減少し、結果として自己資本比率は高まります。ここまで聞くと何か気づくことがありませんか？特に1番と3番に注目してもらいたいんですが、これって株主にとって嬉しいことでしょうか？多分ほとんどの投資家は嬉しくないと思います。1番の株式発行は株式枚数を増加させ、結果として1株利益 EPS が減少し、株価の減少要因となります。また3番に関しても、自社株買いをやめると株式枚数は減少しませんから、株価は上昇しません。つまりこれで分かる通り、自己資本比率が高いということが投資家にとって必ずしもいいことではないということが分かりますよね。じゃあ計算した自己資本比率から何が分かるかということですが、私の考えでは倒産のリスクを見るというのが重要だと思います。例えば企業が明日までに1000万円の支払いをしないといけない時に現金がなかったとします。こんな時は銀行からお金を一時的に借りることで債務不履行は回避できますよね。しかしこの会社がもし自己資本比率が低く担保力がなかったらどうでしょうか。銀行はお金を貸してくれないですし、そうなると払わなければならない1000万円が債務不履行になって倒産してしまいますよね。なので自己資本比率は銀行借入の審査で見られる担保力がしっかりあるのかどうか、そして倒産のリスクはどうかを測ることができると思います。続いては指標2つ目の流動比率についてです。流動比率は流動負債に対してどれだけの流動資産があるかを示した指標になります。貸借対照表でいうと、薄い青色に対して薄い赤い色がどれだけあるかを示すものになります。計算式は流動資産を流動負債で割った値にパーセント表示の100をかけたものになります。この計算結果が 100% を超えるようなら、短期的な負債よりも資産が多いことになりますから、資金繰りには余裕がありそうですよね。対して 100% を切る場合は短期的な負債よりも資産が少ないことになりますから、資金繰りが厳しく、新たに借金が増える可能性がありますよね。実際の指標を見るときは、やはり 100% を一つの基準として見るのがいいんじゃないかなと思います。最後、指標3つ目の利益剰余金比率についてです。利益剰余金比率は、純資産に対する利益剰余金の割合を示した指標になります。ちなみにこの指標は一般的に投資界隈で使われているものではなく、私個人が必要性を感じているため算出している指標です。なので利益剰余金比率って名前は私が勝手につけた名前なので注意してください。計算式は利益剰余金から自己株式の絶対値を引いたものを純資産で割った値にパーセント表示の100をかけたものになります。なんか計算式が難しそうに見えますが、図に表すと簡単で、純資産のうち利益剰余金と自己株式が合わせて何%あるのかを示したものになります。絶対値が出てくるのは自己株式がマイナスで計上されるためです。ここからはなぜ利益剰余金比率を見るかについてです。ここでは話を分かりやすくするために自己株式はないと考えますが、A 社と B 社のような純資産の構成があったとします。皆さんならどちらの会社の株が買いたいでしょうか？もちろん A 社ですよね。A 社は純資産のほとんどが利益剰余金によるもので、利益で純資産を厚くできているというのは好感が持てます。対して B 社はどうでしょうか？純資産のほとんどを資本金が占めているので、株主から集めたお金が大半となっています。株主からお金ばかり集めて純資産を大きくしている会社は、見せかけであることがわかりますよね。こう考えると A 社の方が過去の実績があることがわかり、好感が持てます。このように利益剰余金比率は純資産の中身の質を評価できる指標となるので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。ちなみにたくさんの企業の財務諸表を見てきて思うのは、 50% 以上なら優秀、 20% 以下なら少し物足りないなと感じています。ここからは長期借入金から見た安全性の分析をしていこうと思います。最終的には今スライドに出しているように、長期借入金の推移、長期借入金フリーキャッシュフロー倍率、長期借入金純利益倍率をグラフに起こして分析を行っています。長期借入金とは返済が1年以上先の借入金で、主に銀行からの借入れが含まれます。ここで問題になるのが、長期借入金の額を見ただけでは借金が多いのか少ないのかがわからないということです。例えば iPhone を製造する Apple が1億円借りるのと、町の小さな会社が1億円を借りるのでは話が全く違いますよね。そこで借金が多いのかそれとも少ないのかを評価するのが、長期借入金フリーキャッシュフロー倍率や長期借入金純利益倍率になります。長期借入金フリーキャッシュフロー倍率は、長期借入金がフリーキャッシュフローの何倍あるかを示した指標で、長期借入金純利益倍率は、長期借入金が当期純利益の何倍あるかを示した指標になります。ここで注意ですが、これら2つの指標は私がオリジナルで使っているもので、名前も勝手につけたものになるので注意してください。長期借入金フリーキャッシュフロー倍率は、長期借入金をフリーキャッシュフローで割った値になります。もしもこの値が3となる場合、フリーキャッシュフローを全額借入金の返済に充てれば、3年で無借金になれるということがわかりますよね。しかし、フリーキャッシュフロー倍率には一つ問題点があります。それはフリーキャッシュフローの上下が大きいということです。フリーキャッシュフローは企業買収や大規模な設備投資がある年は瞬間的に小さくなる場合がしばしばあり、結果としてフリーキャッシュフロー倍率も上下してしまう企業があります。この弱点を補うのが2番目の長期借入金純利益倍率です。純利益は減価償却の機能によってフリーキャッシュフローよりは安定している機能が多いです。なのでフリーキャッシュフローが安定していない企業の時は純利益倍率で長期借入金を評価するのがいいと思います。計算式は長期借入金を当期純利益で割ったものとなっています。ここで100社以上の米国企業を調べた個人的な見解ですが、長期借入金はフリーキャッシュフローの5倍以上、純利益の4倍以上になると注意した方がいい水準となると思います。最後に安全性分析のまとめです。今回の動画では安全性にまつわる4つの視点についてお話をしました。重要なのは指標を独立して観察するのではなく、複合的に分析をすることだと思います。そしてたくさんの財務指標を見てきて思うのは、今回紹介した安全性の指標が満たされていない企業は減配をしたり増資によって株価を下げている企業が多いなと肌で感じています。大事な資金を溶かさないためにも安全性についてしっかりと分析してもらえればなと思います。今後も財務データ分析のための会計知識という再生リストを更新していきますので、ぜひよろしくお願いします。今日も自由のために頑張っていきましょう。それでは That's it。 ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは米国株の財務指標データを分析しています。また Twitter では1日1銘柄米国株のデータを写真付きで公開しています。銘柄リクエストも随時受け付けているので、チャンネル登録、コメント、Twitter のフォローよろしくお願いします。